皆さんこんにちは、 WXS マガジンです。その特徴的な見た目やロックや R&B などあらゆるジャンルから影響を受けたと思われる名曲の数々でファンたちの心を掴んでやまないトリッピーレッド。今月末にはニューアルバムペガサスのリリースが予定されています。今回はそんな彼の生い立ちやキャリア、ヒット曲などを通して彼の魅力に迫ります。ニューアルバムのリリースに先立って彼についておさらいしておきましょう。生い立ちとキャリアの開始。トリッピーレッドことマイケル・ラマー・ホワイト4世は1999年の6月18日にオハイオ州の関東にて産声を上げました。彼が誕生した時、彼の父親は刑務所に収監されており、母親によって女手一つで育てられたそうです。彼には兄弟が一人ずつおり、兄はダーティーレッド、弟はヒッピーレッドというニックネームだったそうで、現在のステージネームは彼らのニックネームから考案しました。もともとはトリッピーヒッピーという名前を考案していましたが、すでに同じ名前のグループが存在していることを知り、トリッピーレッドに改名したそうです。彼の母親がアシャンティやビヨンセ、トゥーパック、ナスなどによる音楽を日常的に聴いてきたことがきっかけとなり、トリッピーはティーペインやキス、ニルバーナ、グッチメイン、マリリン・マンソンなど様々なジャンルの音楽に興味を持つようになりました。様々な音楽に親しむ中で彼はラッパーになることを志し始めます。高校卒業と同時に自らのキャリアを躍進すべくオハイオ州のコロンバスに移住しましたが、思うようにことが進まず、すぐにジョージア州のアトランタに移動しました。リル・ウォップとの出会い。アトランタに移住したトリッピーは、フェイマスデックスのいとことしても知られるラッパーのリル・ウォップに出会いました。トリッピーよりも先に音楽活動を始めていたリル・ウォップは、彼の才能を認め、レコードレーベルやレコーディングスタジオに関するサポートを行ったそうです。ちなみにトリッピーレッドとリル・ウォップは、後にコラボ EP、Angels & Demons をリリースしています。トリッピーの無邪気な少年のような声と、リル・ウォップのザラついた声のコントラストをデジタルナスのトラックの上で楽しむことができます。サウンドクラウドでのブレイク。トリッピーはリル・ウォップのサポートもあり、ストレンジエンターテインメント、現エリオット・グレインジエンターテインメントとの契約を交わし、音楽活動の拠点をカリフォルニア州ロサンゼルスに移します。2016年にはシングル「ラブスカーズ」がサウンドクラウドや YouTube にて大ヒットします。2017年の5月には大ヒットチューン「ラブスカーズ」を収録したデビューミックステープ「A Love Letter to You」のリリースも果たします。どこか物憂げな表情を持つ彼の歌声やメランコリーな空気を醸し出す本作の雰囲気から、彼はサウンドクラウド出身のエモラップと呼ばれることも多いです。しかしトリッピー本人は自身の音楽がエモラップに分類されることを嫌っており、コンプレックスのインタビューではこのように語っています。俺はエモラップの土俵には立っていない。俺はコディ・シェーンと悲しい雰囲気の R&B をたくさん作っていたから、少し悲しい気分になっていただけだよ。俺の音楽は決してエモじゃない。ちなみにコディ・シェーンはトリッピーの旧友のアーティストで、彼と何曲か楽曲を作っています。その後の作品群。トリッピーは A Love Letter to You シリーズをミックステープとして継続的にリリースする中、同時進行でスタジオアルバムをリリースし続けています。 A Love Letter to You シリーズは現在4作目までリリースされており、スタジオアルバムは Life is Trip と !!の2作品がすでにリリースされています。そしてここに今月末リリースされる Pegasus が追加されます。今回は数ある彼の作品の中から数曲ご紹介してみようと思います。ではまずこちらの楽曲をお聴きください。ミックステープ A Love Letter to You 2に収録されているバストダウンという楽曲です。静かなピアノのイントロから突然始まるビートに思わず頭を揺らしてしまう楽曲です。A Love Letter to You 2では1作目には見られなかったポジティビティにあふれた楽曲が数多く収録されており、彼の心境や作風の大きな変化を楽しむことができます。他にも A Love Letter to You 2に収録されているポジティブな楽曲として、シドニーとクリス・キングをフィーチャーした Back of My Mind や宇野座アクティビストをフィーチャーした Today などが挙げられます。最新ミックステープ A Love Letter to You 4のイントロである Relay という楽曲です。トリッピーの元恋人であるラッパーの恋リレーに向けた楽曲で、静かなアコースティックギターの上で歌を披露しています。A Love Letter to You 4では他にも恋や Who Needs Love、
アバンダンドなどアコギベースの楽曲が多く収録されており、ミックステープ制作時の彼の心境が楽曲に反映されているような印象を受けます。A Love Letter to You に収録されている Can You Rap Like Me という楽曲です。タイトルの日本語訳は俺みたいにラップできるかとなっており、その名の通りブームバップ調のトラックに乗せて普段の彼のスタイルとはかけ離れた正統派なラップを繰り広げる一曲です。最新ミックステープ A Love Letter to You 4では同楽曲の続編として Can You Rap Like Me パート2が収録されており、同じく高度なラップスキルを披露しています。ポップ寄りのポジティブな楽曲を制作する傍ら、落ち着いた R&B 調の楽曲、はたまたブームバップにも挑戦する彼の縦横無尽なスタイルですが、彼はピジョンズ&プレインズにてこのように語っています。全てを一つにまとめる、それがトリピーレッドスタイルだ。現在の彼の音楽にも反映されるジャンルレスなスタイルは、様々な方面の音楽に親しんだ少年時代の影響が大きいようです。その他の功績、トリピーレッドはこれまでにご紹介した楽曲以外にもたくさんの名曲の制作に関わっています。ではまずこちらをお聴きください。コ XXX テンタションのデビューアルバムセブンティーンに収録された楽曲 Fuck Love です。トリピーはこちらの楽曲のフック部分を担当しています。二人の物悲しい歌声のハーモニーが多くの人々の心をつかみ、現在では YouTube で3億5000万回、サウンドクラウドでは2億7000万回の再生を記録しているメガヒット曲です。キサス州ヒューストンのラッパートラビス・スコットをフィーチャーしたシングルダークナイト・ダモです。本楽曲では他の楽曲ではあまり見られない映画のサウンドトラックのような壮大なトラックに荒々しいラップを乗せています。バーズ・イン・ザ・トラップ・シング・マック・ナイトの時を思い出させるようなトラビス・スコットの勢いのあるバースにも要注目です。88 Rising に所属する大阪府出身のシンガー、ジョージのデビューアルバム、バラーズ1に収録されている RIP という楽曲。夢の中のようなスローテンポのサウンドに乗せて、切なくも力強い歌声を披露しています。本楽曲に関しては R&B やオルタナティブに分類され、トリッピーの守備範囲の広さを実感することができます。いかがでしたでしょうか。今回はサウンドクラウド初のラッパー、トリッピーレッドについて、生い立ちやキャリア、楽曲などを通してまとめてみました。今後も彼がどのような形で私たちを驚かせてくれるのか楽しみでなりません。コメント欄にて皆さんのお気に入りのトリッピーレッドの楽曲を教えていただけたら嬉しいです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、通知設定などよろしくお願いいたします。